日本習字10月号3年生はい、楷書はいつものように四肢正統法ですね。まっすぐ立てるように持ちます。澄んだ声、4文字ですね。はい、横書く右上がりからですね。少し伏せますね。で、真ん中より少し右側からしっかり打ち込んで、このスの字にね、返すとき小さくなりすぎないように、はい、ここも斜めにしっかり打ち込んでからギュッ、ここも押さえて、ちょっと早く軽く押さえて、と跳ね上げます。はい、ここはあまり短くなりすぎないようにギュッと真ん中より長くですね。そして上の方から斜めにギュッ押さえます。軽く入って右上がり押さえて跳ねます。そしてつながってますよ。しっかり押さえます。はい、この点は点と押さえるだけではなくて角があります。押さえて跳ねる、押さえる、お互いが向き合って内側がね、向き合ってる形ですね、点をね。はい、これ、はい、横角上が長いですね。そしてしっかり打ち込んで少し短めにちょっと出る感じね。そしてここはまっすぐ少しだけ上より短く、はい、ここも右上がりですよ。少し軽やかに角をしっかり押さえて内側です。これもあまり長すぎないように、はい、これゆったりと伸びやかに、はい、お名前書いていきましょう。鉛筆文字で短く持ちます。右上がり伏せて右上がり、自分の球は書きます。はい、ご自分のお名前を書きます。3年生でした。